犬はどこだは2005年7月21日に東京草原社から刊行された米澤実新の推理小説。犬探し専門を掲げて探偵事務所を開業した高野長一郎が助手の半田平吉と共に開業後初以来となる調査に取り組む。物語は仕事を分業した長一郎と半平の一人称が交互に変わりながら進んでいき、それぞれの調査が交差していくことで真相の全体像を明らかにしていく構成となる。2008年2月29日に草原水文庫から文庫版が発売された。本作刊行前まで高校生を主人公とした作品を発表してきた著者が初めて年齢層を引き上げた主人公を描いた作品。また、自衛というテーマが根底にあるため、それを反映した結末となる。なお、本作は、高野 S&R の冠を取った S&R シリーズの第一作として、今後も続編が予定されているが、現在までにシリーズ作としては、この一作しか刊行されていない。このミステリーがすごい。2006年版では8位を記録する。皮膚病が原因で仕事を辞めて、東京から、故郷の八保市に帰郷した高野長一郎は再出発の道として調査事務所高野 S&R を開業した。仕事内容は犬探しのみを標榜していた長一郎だったが、最初の依頼人である桜勝にから依頼されたのは仕事を辞めて東京から八保市に戻っているはずの孫娘、桐子を探してほしいというものだった。さらに二人目の依頼人の百地敬三から、八保市と峠道を挟んで隣接している小福町、谷中の神社から見つかった古文書の解読を依頼される。二つの依頼を前に長一郎は、ひょんなことから雇った探偵志望の後輩、半田平吉に古文書の解読を任せ、自身は、桐子の捜索を開始する。長一郎は、桐子の、かつての仕事先や親類そして友人から話を伺っていくうちに桐子の足取りを掴んでいく。しかし、そこから浮かび上がったのは、桐子の不思議な行動と伺い知れる人物像の齟齬だった。一方、半平は古文書のいわれを聞こうと歴史の専門家探しに乗り出し、それにより20年前にも同様の調査をしていた亡き郷土史や、絵馬城校著の戦国という中世と小福に解読の糸口を見つけるが、練馬ナンバー黒のフォルクスワーゲンビートルに乗った何者かが少しずつ半平に接触し始めていた。さらに、絵馬の後から古文書を調べていた人物として、桜桐子の名が浮上する。やがてチャット仲間のGENに手を貸してもらい、桐子の身に起きたトラブルを知った長一郎。紆余曲折を経て、古文書のいわれにたどり着いた、半平。二人の調査が少しずつ交差していったとき、長一郎はこれから発生しようとしている事件の全容を突き止める。戦国という中世と小福に記された古文書の存在の背景には、戦国時代、他の土地と同様に略奪の危機にさらされる中で生きていくための手段を取ってきた。谷中の百姓たちの姿が映されていた。そして、谷中の山中には、有事の際の避難生活場及び防御施設として、谷中城があったと言われていた。桜桐子は、個人サイト内で、ハンドルネーム、灯籠にネット上で付きまとわれ、やがて、灯籠に蘇生を特定され実生活にも手が伸び、彼に自宅に上がられた上強姦されてしまっていた。そのために彼女は仕事を辞さざるを得なくなるまで追い詰められていた。閉鎖された個人サイトのログの記述から桐子が勝二に気づかれずに勝二の家の2階に逃げたことを突き止めた。長一郎は2階に残された日記から桐子が谷中城に身を潜めていると推理する。その後、長一郎と勘違いして半平をつけてきた。黒ビートルの男で桐子の警護をしていた安倍調査事務所の探偵、田中から、灯籠こと、真壁良太郎の詳細、警護の暇に襲ってきた真壁を桐子が刺したことを、真壁が弱みとして握っていることを伝えられ、反兵の調査報告書に目を通したとき、長一郎は、キリコ失踪に潜む真相に気づく。反兵が、戦国、おかりに行った、図書館の外で出会った学生の鎌手、彼こそがキリコをつけ回していた、灯籠こと、真壁良太郎だった。だが、真壁を刺し、八保市まで逃走した、キリコの目的は、八保市内であえて自身の痕跡を残すことで、谷中城があったとされる場所に、真壁をおびき出し、彼を殺害することにあった。キリコを止めるため反兵や、市の協力を得て、山中の谷中城に急行するが、到着した頃にはすでにキリコは犯行を済ませた、後だった。すべてを失うことなく、計画を完遂したキリコを前に長一郎は、勝にの依頼を受けて探していたことを告げながら、キリコに何も悟られないように立ち去ることしかできなかった。こうして、高野 S&R 初依頼となる案件を解決した、長一郎だが、これを境に、キリコに襲われるかもしれない恐怖から護身用のナイフを、携帯するようになり、番犬の購入を考えるのだった。ありがとうございます。